次はもう肝心の、うん、私たちの日本の今後の経済について見ていきたいと思います、うんはい、日本単体の話、日本単体の話です。なるほど。で結論から言うと、うん、日本の経済状態はここまでで見てきた、全世界中の国々の経済状況と比べてもとてもいいです、うん、いいんですね。で株の需給関係もいいんで、うん、本来なら日経平均はもっと高くないとおかしいと言えるくらいいいです。おう、うん、実際に昨年に行われた、うん、世界的なテクニカルトレーダーの祭典があったんですけど、まあ、僕も参加したんですけど、うん、そんなあるんや、うん、そこで言われた結論、最終的に出た結論は、はい、これからの10年で、はい、テクニカル分析的に見たら、うん、日本がもうダントツに出ましたね。まあまあまあ上がっていく要因はあるってことですね、はい、うん、ただし、はい、だから日本単体で見たらすごいいいんですけど、はい、ただし、うん、世界経済はつながってると、うん、今回のキーワードをベースに考えるとやっぱり中国経済の崩壊の噂とか、うん、まあ、ドイツ銀行問題などの今は、潜在的なリスクですね、うん、表には出てないけどすでに抱えている潜在的なリスクがあると。さらに、まあ、産油国ファンド SWF の売りなどとか、うん、まあ、今アポロンって呼ばれてて1秒間2000回の売買を行うスーパーコンピューターがあるんですよ、うん、その超高速トレードで東京市場今荒らされまくってるんですね、うん、っていう状況があったりとか、2000回の取引1秒間、ね、1秒間1日に何回取引するのういうこと話だね。1円高になると今日経平均200円ぐらい下がるって言われてるとか、うん、この数年その日経平均のボラティリティがめちゃくちゃ高いのはそういうスーパーコンピューターが荒らしてるからっていうのもあります、うん、荒らしてることになるの、それって。まあ、投資家からしたらすごい一気に僕から荒らされてるという感じですね。まあ、もちろん、見方によりますけど、うんうん、そういう感じになってますね。といった、その顕在的な、表に出てるリスクもあるんで、うん、その顕在的な下げ要因もあるんで、なかなか日本株が上がりにくいっていう感じですね。うん、で、もう一つの結論としては、はい、そこから言えることは、うん、日本の、株式市場は単独で見ると強いんですけど、うん、もう世界的に見るともう暴落懸念があると。なるほど。やはり暴落懸念があるってことですね、うん、そりゃそうですね、うん、だからつまり一言で言うと、うん、まあ、4つの超巨大爆弾をはじめとするその世界的なマイナス要因の影響でやっぱり2016年9月今とても9月から2017年の春くらいまではもう大暴落する可能性が高いと、うん、日本株も大暴落する可能性が高い、はい、かなり高い、うん、極めて高い、超高い、あれ何回言ったというしかないですね。お、うん、っていうのが現状ですね、うん、はい。ただその後は政策次第っていうところもあるんですけど、うん、人によってはここから日経平均が3万円を超えるっていう人と、うん、そうじゃなくてそのまま世界経済の大暴落とか大不況に飲み込まれて巻き込まれてもうどん底まで下がり続けるだろうと、うん、その2つの極端なシナリオを考えられます。なるほど。実際どっちかの意見の人が多いですね、うんうんうん、僕自身もどのどちらかだと思います、うん、いや当たり前といえば当たり前ことしか言ってないんですけど上がるか下がるかしか言ってないもんね。ただ注意していただきたいのは、はい、押さえておいていただきたいのは、うん、大暴騰相場上がるか大暴落相場ってなるってことです、はいはい、つまり今みたいな中途半端な上げ下げはないんですよ。あ、今でもまあ中途半端なんだ、うん、そう、新しい投資の世界が新しい世界に移行するっていうぐらいのインパクトがあります。もう新世界だ、うん、新世界です。あ、ワンピースは新世界です。そんなにもうレベル一気に上がっちゃう。レベル一気に上がっちゃうんです。覇気身につけてない。そう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 、そういうこと、そういうこと。だからそれに対応できる投資技術とか、うん、トレードノウハウとかテクニックなどに基づく時代の流れに適合させたその投資戦略、うん、投資と新しいトレードシステム、はい、新しいトレードルールが必要になるってことです。なるほど。だからめっちゃ上がるかめっちゃ下がるかの時代になるんで、うん、今みたいにこう行ったり来たりのような話ではなくなるって感じですね。なるほどね。まあ、イメージですけどね、うん、はい、だから言うと逆に言えば今うまくいってるシステムがあったとしてもルールがあったとしてもそれはその9月以降どっかのタイミングで全く通用しなくなる可能性が極めて高いってことです。あ、今のシステムがね、うん、そうそうそう、今買ってるトレーダーの人もちょっと見直していかんと、そのタイミングで すぐに新しいシステムに切り替えないともう勝てないってことですね。で冒頭で言ったように、うん、その場合はその市場の流れの変化をいち早く見極めて、うん、すぐにプラン B に切り替えられるスピードと決断力がやっぱ必要になるということですね。っていう、まあ、大前提、結論を押さえておいていただいて、はい、じゃあ、日本経済、うん、日本の株式市場におけるもう代表的なプラス要因とマイナス要因をちょっと見ていきたいと思います。はい、で、最後に、その2016年9月から来年の春ぐらいにかけて、その歴史的なというか、うん、もう歴史なかったくらいの超暴落相場で、
じゃあ具体的にどうすればいいのか、うんうん、対応策をちょっとアドバイスさせていただこうと思っています。はい。はい、ではね、まずプラス要因から、うん、日本はプラス要因がいっぱいあるんで、うん、プラス要因をちゃんと言っときたいんですけど、はい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 、まずね、一つ目はやっぱり日銀の ETF の買いが 3.3 兆円から6兆円っていうふうに約2倍に上がったってことですね。まあ、これはもう単純に純粋な買い勢力なんで、当然上がる要因と言えます。うん、なんで買うんですかね、うん、運用してるわけですよね。日銀は、うんうん、運用してたら儲かる方にやりたいですよね。はいはいはい、普通は、うん。なんで買いでしか入らへんの。さらに日銀中央政府が空売りしたらもう大問題ですよ。まあ株価を支えるために買っている部分は、ね。ああ、なるほどね。うんうんうん、でと、まあ、当然いつか景気良くなって売った時にちゃんと利益出ると。うん、まあ一応そういう名目でやってるんですけど、一応まあ株価の買い支えですね。うんうん、株が下がったら経済も弱くなるっていう今政策なんで、うん、政府一体となって上げているという感じですね。年金使って。年金使ったりとかね。うんうん、まあ、他にも郵貯の買いとか、まあ、官報の買いの勢力も何兆円も残っているんで、うん、そういう意味でもまだ上げ買う人はいるってことです。なるほど。明確な買いではいるということですね。うんうん、ただ、奈良口さんが言ったのも一つの問題ですけど、あともう一つ問題として言われているのが、実際ブルームバーグの集計によると、うん、8月、このこと、その8月初旬の時点で、うん、日経平均株価225ですね、うん、日経225の銘柄のうち、その 75% が日銀が大株主上位10位以内に入っているということです。あ、そうなんですか。うん、で、実際、楽器、音響のヤマハってあるじゃないですか。うん、はい、似たってはもう、事実上筆頭株主です。マジで日銀のものなのそう、日銀、まあ、っていうか、まあ、まあ、そうですね、うん。株価っていう意味で言ったらそうなりますね。はい。で、今回その ETF の購入額を、まあ、約2倍、うん、まあ、約ね、約2倍に拡大したことによって、はいはい、年内、この2016年内には、セコム、うん、セコムしてますから、うん、セコム、はい、セキュリティ会社ですか、はい、セキュリティとかな、会社とか、カシオ計算機ですね。うんうんうん、とか、でも筆頭株主化して、はい、そうだ、2017年の、末ぐらいまでにはもう55銘柄にたで筆頭株主になるというふうに集計が出ています。ブルームバーグによると。はあ、うん、まあそうですね、確かに株買うっていうことは株主になっていくということですよね。そう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 、そういうことです。おい、うん、で、うん、実際に、ね、年金である GPIF とか日銀が大株主になることに批判も当然あります。うんうん、でも待ってください、日銀って、うん、日銀の株主っていますよね。そうですね、日本の日本中央銀行である日銀は実は上場というか株式公開されているんで買えますね。民間会社ですよね。民間会社です、うん、で買えるし、であれでしょ、株主ってあれでしょ、海外の人でしょ。ただ日本銀行の 株は政府持ってるし、うんうんうん、半分に政府が抑えているので、まあ、海外の人も持っていますけど問題はないです、うん、あ、うん、じゃあここちょっとカットしよう。いや、いいですよ。いいんですか。ちなみに FRB、 日本アメリカの FRB の株はアメリカ政府は1株を持っている。うーん、完全に民間銀行です、ね。あ、そうなんだ、うん、日銀 の筆頭株主って、日本政府なんですか。そうですよ。あ、そうなんや、うん、そこ公開されてないっていうふうに聞いてたけど。公開されてないってことですか。その株主が誰かっていうことを日銀は公開してないっていう。あ、でも上場企業やからそれは当然大株主名簿あるでしょ。あ、そっかそっか、うん、あとで調べとくけど。はい、うん、ちゃうかったらカットしてやってください。わかりました、うん、まあありますよ。当然誰か分からないからね、海外のあの人たちが持ってるかもしれない、うん、持ってるでしょうけどねっていう話やったんですよ、うん、僕の中では、うん、いや、それは FRB はそう。あ、そっかそっか、うん、FRB はもうまんまそうですね。まんまそうです、うん、うんうん、その話どこまで使えるか分かんないですけど、これ FRB の裏話もすごいしたいんですけどね。じゃあ裏チャンネルだ。裏チャンネル作んなあかんですね。もうなんかこう、あ、大丈夫その話っていう話ばっかりしてるっていう。ああ、いっぱいあるんですけどね、そんな。で、まあもちろんそういう GPIF とか日銀が大株主になることは批判もあるんですけど、うん、一方でじゃあいい面もあって、うんうん、実はその GPIF とか日銀が株を買っているおかげで、うん、中国とか海外企業による買収を防いでるっていう一面もあるんです。あ、なるほどなるほど、うん、韓国みたいにね。そうそう、韓国みたいにもう半分以上海外勢が買い占められるところを、うん、もう日銀とかその GPIF が持ってたら向こうも手出さないです、うんうんうん、無限ほどにお金あるところだから、ね、うん、なので買収ノットを、まあ、防いでるという面もあるんで、うん、一概にマイナスとは言えないけど、はい、まあ、もちろん問題は問題ですね。なるほど、そこが大株主さんのおかしいんで、うん、っていうのはありますね、はいはい、っていうのが一つ目の、まあ、プラス要因で言ったら日銀の ETF 買いが
倍、ほぼ倍になったということですね。うんはい、で、2つ目のプラス要因は、やっぱり東京オリンピック。これはやっぱり特需が出てくると思います。なるほど。まあ、今年からまあ徐々に出てきてるんですけど、うん、本格化するのは大体3年ぐらい前からと言われているので、2017年、うん、来年ですね。まさにここから出てくると思います。なるほど。これはもう土地のもちろん強いプラス材料。うん当然国民の気分盛り上がっていくん で、うん、で気分の盛り上がりというのは景気にも影響しますから、うん、そういう意味では、このオリンピックというのは明るい材料ですね。そうですね、はい、というのはあると思いますね、うんはい、で3つ目のプラス要因としては、うん、大企業の業績がいいということなんですよ。大企業の、一つの指標として売上高利益率というのがあるんですけど、うん、これが過去最高なんです、ね、つまりバブルの時よりもいいんですよらしいですね。うん、で、過去最高益、売上で言ったら過去一、うん、もう歴史、その会社の歴史の中で一番稼いだという会社も多くて、うん、そういう意味では大企業は景気がじわじわ良くなっているということは間違いなく言えます。うん、で、もっと重要なのが、うん、実は今の大企業には、もうかつてない規模の内部留保があるんですよ。うん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 、内部留保っていうのは、稼いだお金を、うんまあ、税金とか払ったり、株主に、うん配当したりしても残ったお金ですね、うん。要は自由に使えるお金。はい、それが実は今350兆円ぐらいあると言われてるんですね。うんうんうん、要は企業は使わずに貯めてるんですよ。うんうんうん、だからすごく簡単に言うと、すごい規模のお金が今大企業にストックされてるんですね。うんうんこの内部留保のお金を使って、当然それを設備投資とか、うんまあ、研究開発費とか、うん、特に自社株買いですね。が起これば、株高に間違いなく、はい。なるほど。で、ソフトバンク、この数年ソフトバンクは実際それで上がってたんですよ。あ、そうなんですね。うん、自社株買いがあって上がってたんですね。うーんなので、自社株買いを発表した株はもうめちゃめちゃくちゃ上がります、うんうん。自分で自分の会社買うの当然上がりますよね、うん。っていう意味で、その内部留保をどう使っていくかっていうのは一つ大事な議論なんですけど、それをちゃんとうまく回せるようになると、経済は当然プラス。うん、で、ただね、先行き不透明感があるんで、うん、で、当然、そういう大企業はドイツ銀行やばいとか中国経済やばいって分かってるから、使わないんですよ。うんうん、なるほどね。いざという時のために貯めておきたいじゃないですか。うんうん、なので、使わないんで、なかなか新しい設備投資をしようとしない。うんうんうん、ので、それを促すためにも、今自民党の税調などでは、その内部留保全然使わへんから、うんその内部留保に対して課税するぞという話も出てて、課税しろそうなると、まあ、いろいろ動きが出てきて、うんうん、どうなるそれが、まあ、そのお金の使われば当然経済に良くなるんで、うん、そういう意味ではプラス材料として残っているということですね、うん、結局給料とか上がってないわけですよね。給料とかほとんど上がってないですね、うん、だからもうどん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 会社が太っていってるだけっていう、ね、会社のお金が貯まってる。給料払え関係ない全く関係ない自営業だからね。まああると思いますね、うんはい、ではちょっと長いんで日本経済の残りのプラスの材料は次の動画でやりたいと思います、はいはい、この神尾 TV では語れない神尾寮が30億円以上稼いだもっと深い秘密をメルマガで公開しています。株や FX ビジネス自己啓発や潜在意識など全てのノウハウです。もちろん完全に無料ですので、ぜひあなたも今すぐ神尾寮オフィシャルメルマガにご登録ください。また、Facebook や Twitter もやっています。動画の下にある説明欄からぜひフォローしてください。